平野省の驚異的な挑戦鉄の輪の上で歌うナンバーアンダーラインアイライブの全貌とは神宮寺勇太元勇太の恐怖克服驚異のパフォーマンスでファンを魅了するナンバーアンダーラインアイ梅雨の冷たい雨が降る中ファンたちは有明アリーナに集まり熱い期待と興奮を胸に抱いていた何週間も前からチケットを手に入れるために奮闘し その努力がようやく報われる日がやってきたのだ舞台の幕が上がる瞬間その場にいた誰もが感じたのはこれまでにない期待感と不安感だったこの日の主役はナンバーアンダーラインアイ日本国内だけでなくアジア全域で人気を博している彼らだ特にこのライブは彼らにとって初めての単独公演でありファンにとっても特別な意味を持つ日だった 観客席に座る一人一人が心臓の鼓動が高なるのを感じながらその瞬間を待ちわびていた音楽が鳴り始めライトが点灯すると3人のメンバーが舞台に登場した平野翔、岩優太そして神宮寺優太の3人がまるで神々が降臨したかのように輝いて見えた彼らが最初に披露したのは新曲「ノ、no、ー・オー・リング」 この曲は特に難易度が高くパフォーマンスの要である鉄の輪の上で歌うという挑戦が待っていた平野紫はその高所に立つと一瞬の恐怖を感じたしかしその恐怖を乗り越え自らの限界を超える決意を固めたのだ彼の歌声が響き渡ると観客の歓声が一斉に上がった岸優太と神宮寺優太もそれに続き 舞台上でのパフォーマンスが一気に熱を帯びていったその瞬間観客の中には涙を流す人も多く見られたそれは彼らがいかにこの日を待ちわびていたかを物語っていた観客席からは「ナンバーアンダーラインアイ最高」という叫び声が何度も響き渡った演出衣装そして何よりも彼らの歌声が観客の心を一瞬で奪ったのだ ライブが進むにつれて彼らのパフォーマンスはますます激しさを増していった特にガン・ユータのパフォーマンスは圧巻で彼の動き一つ一つが観客を魅了した彼の表情からは自信と誇りがあふれておりその姿はまさにスーパースターそのものだった観客の中にはその姿を一瞬でも長く目に焼き付けようと必死にスマートフォンを構える人たちもいた しかし実際にその場で彼らのパフォーマンスを目の当たりにすることの感動は何者にも変えがたいものだったライブの中盤彼らはファンとのインタラクションタイムを設けた観客との距離を縮めるために舞台から降りて観客席の近くまで歩み寄るシーンはファンにとって特別な瞬間だったファン一人一人と目を合わせ笑顔で手を振る彼らの姿に 観客は感動と興奮を隠しきれなかった。その瞬間、ファンとアーティストとの間に強い絆が生まれたのだ。大雨の中で行われたこのライブだったが、観客の誰一人としてそのことを気にすることなく、全力で楽しんでいた。雨に濡れながらも、笑顔で歌い、踊るファンたちの姿は、彼ら自身もまたナンバーアンダーラインアイの一部であることを示していた。 彼らの熱気は雨をも吹き飛ばすほどだったライブのクライマックスには再び鉄の輪の上でのパフォーマンスが披露された平野翔が高所に立ち静かに歌い始めると観客は息をのんだその瞬間彼の声がアリーナ全体に響き渡りまるで時間が止まったかのような感覚が広がった岸優太と神宮寺優太も加わり 三人のハーーモニーが完璧に調和した観客はその美しさに圧倒され涙を流す人も多かったライブが終了した後も観客はその余韻に浸りながら会場を後にした誰もが口々に「最高だった」と語り合い笑顔を浮かべていたこの日のライブは彼らのキャリアにおいてもファンにとっても忘れられない特別な一日となったのだファンの中には このライブのために遠方から駆けつけた人も多かった彼らにとってもこの日の経験は一生の思い出となるだろう観客席で涙を流しながら見つめる彼らの姿はアーティストとファンとの深い絆を象徴していたこのライブを通じてナンンバーアンダーアダラインアイは自らの限界を超え新たなステージに立つことができたそれは 彼ら自身の努力とファンの応援があったからこそ実現したものだ。彼らはこの経験を糧にさらに成長し、より多くの人々に感動を届ける存在となるだろう。また、このライブの成功は彼らにとっても大きな自信となった。次のステージに向けて彼らは新たな挑戦に立ち向かう決意を固めた。ファンにとっても、このライブは彼らの成長を見守り、 応援することの喜びを再確認する機会となったこの日のライブが終わった後もファンたちは SNS を通じて感動を共有し合った「最高のライブだったまた会いたい次のライブが待ち遠しい」といった声が次々と上がりその熱気は冷めることを知らなかった彼らのパフォーマンスに対する称賛の声は日本だけでなくアジア全体に広がり続けたこのようにして ナンバーアンダーラインアイの初単独ライブは大成功を収め彼らの新たなスタートを切る素晴らしい機会となった彼らの今後の活躍に期待が高まる中ファン一人一人が彼らの成長を見守り続けるだろう次のライブではどんな驚きと感動が待っているのかその期待と興奮はさらに高まるばかりだ今後も彼らは自らの限界を超え ファンに感動を届け続け続るだろうその姿を見守り応援し続けるファンたちとともにナンバーアンダーライン愛は新たな伝説を作り上げていくに違いない彼らの次なる挑戦にそしてその成功に向けて我々もまた期待と興奮を胸に抱いているライブの成功から数週間が経ちファンの熱気は冷めるどころかますます高まっていた SNS では ライブの感想や写真が次々と投稿されそれぞれの思い出が共有されていたファン同士の交流も活発になりライブの余韻を楽しむ姿が見られたナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーたちもこの成功を機にさらに成長しようと新たなプロジェクトに取り組んでいた特に平野翔は次なるステージに向けての準備に余念がなかった彼は自らのパフォーマンスを見直し さらに高みを目指すためのトレーニングを続けていた彼の決意は固くその情熱はファンにも伝わっていた岸優太もまた新しい振り付けや演出に挑戦しようとクリエイティブなアイデアを練っていた彼の独創的な発想は今後のライブに新たな風を吹き込むことだろうそして神宮寺優太は歌唱力の向上に力を入れていた 彼の歌声はすでに多くのファンを魅了していたが、さらに磨きをかけることで、より多くの人々に感動を与えたいという思いがあった。ライブの成功は、彼らにとっても大きな自信となり、次のステージに向けてのモチベーションを高めていた。ファンからの応援の声が彼らを支え、その期待に応えるべく、日々の努力を惜しまなかった。彼らの情熱と努力は、 必ずや次のステージで結実することだろう。また、ファンにとっても、この成功は大きな喜びとなった。彼らの応援がアーティストに届き、その成果を目の当たりにすることができたのは、何よりも嬉しいことだった。ファン同士の絆も深まり、共に応援し続けることの喜びを再確認する機会となった。次のライブに向けて、ファンはさらに期待を高め、 そのの日が来るのを待ちわびていた彼らの次のステージがどのようなものになるのか誰もが楽しみにしていた新しい曲新しいパフォーマンス新しい挑戦が待っているだろう彼らの成長と進化を見守り続けるファンにとってそれは何よりも楽しみなことだったこのようにしてナンバーアンダーラインアイの成功は続き彼らのキャリアはますます輝きを増していった。 ファンと共に歩む彼らの旅はまだまだ終わりを知らない新たな挑戦と成功が待っている未来に向けて彼らは進み続けるだろうファンもまたその一瞬一瞬を大切にしながら彼らの成長を見守り続けるに違いない